スターウォーズバトルフロントは、エレクトロニックアーツより2015年11月に、プレイステーション4、Xbox One、パソコンで発売された、コンピュータゲーム、スターウォーズバトルフロントシリーズの第3作目。スターウォーズシリーズ世界を舞台に、兵士として戦うアクションシューティングゲーム、スターウォーズバトルフロントシリーズの作品。視点は、主観視点と三人称視点を切り替えることが可能。 2004年に、プレイステーションに、XBOX で発売された第一作目、スター・ウォーズ・バトル・フロント。2005年に、PS に、プレイステーション・ポータブルで発売された第二作目、スター・ウォーズ・バトル・フロント2に続くシリーズ三作目。正式発表前は、周辺メディアでは、バトル・フロント3と仮に呼ばれていたが、2014年6月に、発売元のエレクトロニックアーツによって一作目と、 同じ題名で発表された。前作はエピソード1からエピソード6までの内容を網羅したものだったが、本作では初期3部作に集中したものになる。シリーズ初の PS4、Xbox One 用タイトルとなり、グラフィックはより緻密になる。画面分割によるオフラインの協力プレイのほか、オンラインでのマルチプレイにも対応しこの場合は、 最大40人での同時プレイが可能になる。いくつかの販売形態を取る。PS4 版のみの発売形態。開発は、バトルフィールドシリーズなどのシューティングゲームを手掛けた EA デジタルイリュージョンズ CE。ルーカスフィルムの全面協力により、実際に映画で使われた小道具をスキャンしたり、実際に映画のロケ地にスタッフがロケ班を行い、 スターウォーズの世界の再現に取り組んだ。マップ上に配置されている乗り物に乗ることも可能となっている。本作では、スノースピーダー、スピーダーバイク、X ウィング、Y ウィング、タイファイター、AT、AT、ミレニアムファルコンなどに乗って戦うことも可能。以前のバトルフロントシリーズのビークルは、バトルフィールド等と同じくマップ上に乗り物そのものが置いてある。 状態で乗り降り自由であったが本作ではビークルのアイコンだけがマップ上に出現しアイコンに触れることで出撃したビークルに乗り込むという方式に変更されたそのため使われていない無人のビークルは一部を除いて出現しないオンライン対戦で大規模な40人対戦から8人用モードまで用意されているこの他にもスプレーマシーファイタースコードローンドロップゾーン カーゴ、ヒーロー VS ヴィランなどのモードがあり、今後さらなる情報の公開が予定されている。この他にもバトル、ヒーローバトル、トライアルなどのモードがあり、今後さらなる情報の公開が予定されている。本作品でプレイ可能な惑星は以下の通りである。こちらはタトゥインのジャバの宮殿とサラスとのソロ数部車の工場が含まれる。週刊ファミ通のクロスレビューでは8、8、 8、9の合計33点でゴールド殿堂入りした。小学生の頃にスター・ウォーズを見たというモーリー衛世名人はシングルプレイモードが少ないことを不満にあげつつも他のゲームでは味わえない体験を味わえる傑作としている。ありがとうございます。